どうも。ご視聴いただきありがとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくりスイカだぞ。さて、本日紹介する江戸は、お引越しで大失敗。江戸時代260年で唯一、命令撤回に追い込まれた国替えのお話よ。国替えって、めっちゃ大変なイベントなんだったよな。そりゃ失敗の一つもあるだろうさ。今回の動画は、先週の、大名の引っ越し事情の続きになるから。大名の引っ越しって何？という人は前回の動画から見てちょうだいね。基本的な大名のお引っ越し、店舗のやり方を、実例を踏まえて紹介しているわ。確か、今の福島県、いわき平内藤藩の例だったよな。そうそう。そして今日の主役になるのは、当時すでに財政難に苦しんでいた、今の埼玉県にあたる、川越藩松平家よ。すでに嫌な予感しかしない。今日の動画を見て、ぜひあなたも、うわぁ、って言って言ってね。そこまでかよ。では本日の参考文献も先週に引き続き、お殿様の人事異動から。またこの本の Amazon リンクを動画説明欄に貼っておくので、興味を持ってくれた人は読んでみてね。あいよ。まずは今回の川越藩松平家が、どれだけ困っていたのかについて説明させてもらうわ。いきなりピンチから始まるのか。この当時川越を治めていた松平家はもともと、引っ越しを命じられることが多い藩だった。その引っ越しの回数は10回以上。1回で、最低何億円も飛んでいくイベントがそんなにあったのか。この松平家が川越に来る前には、今の群馬県にあたる、神津家の国前橋を治めていたのだけれど、この神津家の国前橋が非常に問題がある土地で、松平家はしょっちゅう利根川の氾濫に頭を悩まされていたの。殿様が住む前橋城の本丸ですら水浸しになり、その都度殿様が避難しないといけないという、とんでもないお城であり、場所だったわ。それはやばいな、自分の領地を構う余裕すらなさそうだ。これに耐えかねた松平家は、もうダメだ、なんとかしてくれ。と幕府に願い出て、その結果、幕府から引っ越しが認められたの。そして川越に来たわけか。雨が降るたびに悩まないといけない土地を抜け出した松平家。でもそれで、めでたしめでたしとはいかなかったわ。おう。この松平家が引っ越してきた川越という土地。川越藩の年貢の収入を表す石高は、15万石。以前の神津家の国前橋も15万石。同じ石高？じゃあ洪水がない分、川越に来てよかったんじゃないの？ところがどっこい。川越の15万石は表高という、計算上だけでの収入で、しかもその年、浅間山の大噴火により収入は激減。松平家は15万石の収入を期待していたのに、半分の8万石ほどしか残らなかったわ。うわぁ。あんた、今回はこんなんでうわぁ、って言ってたらキリがないわよ。マジか。さらに松平家の苦難は続く。1820年の文政3年。川越藩松平家は、異国船の来航に備え、江戸湾の海防を命じられる。これにより、三浦半島に藩士を常駐させなければならず、これまでの出費に拍車をかけたわ。収入は減るのに、出費ばっかり増えるのか。そして最初に言った、度重なる引っ越しにより、松平家の借金は、なんとなんと40万両超え。ほげー。現代価値にすると、少なめに見積もって、1両10万円としてもその価格は、400億円。あばばばばばば。毎年の利子だけで、3万6200両が消えていくことに。もうそんな額、返せるわけないぞ。そんな苦しい苦しい松平家が、手っ取り早く楽になる方法が、石高を上げることだった。再び幕府に、なんとか石高の高い土地に引っ越しさせてくれ、と頼んだの。どうなったんだ？どうなったんだ？最初は姫路に引っ越しさせて、って頼んだのだけれど、あえなく却下。次に、せめて2万石加増してよ、って頼んだのだけれど、幕府も余裕がなく、認められたのは1万石。でも1万石くらいじゃ解決にならない松平家は、今度は具体的な場所を指定せず、どうにか年貢の取れる土地に引っ越しさせて、って幕府に懇願したのね。もう認めてやれよ。もちろんただお願いするだけでなくって、未だ権力を持つ、その時の前将軍、徳川家斉周辺にも根回しをし、水野忠邦にお願いして、大奥にいる、徳川家斉の母親にも手紙構成をかけたわ。まあ縦数量という名の筆費がかかるのか。
でもその甲斐あって、1840年、松平家は今の山形県、庄内への引っ越しが決まるの。庄内藩は川越のように計算上だけの表高ではなくって、実際の収入、実高で20万石ほどあるとされてる藩だったわ。おお、それは良かったじゃんか。あれ、でも、この引っ越しって確か失敗。うん、まあ、ね。うわぁ。1840年11月1日、いよいよ松平家念願のお引越しの命令が出たわ。これは川越藩松平家が山形県、庄内へ。庄内藩の坂井家が、今の新潟県、越後長岡へ。そして越後長岡の牧野家が、埼玉県の川越へ。新潟、山形、埼玉をぐるっと入れ替えるという、三方領地化へと言われるお引越し命令だった。これでようやく、ちょっと楽になれるはずだったのにな。松平家はこの引っ越し命令を、そりゃあもう喜んだわ。でも喜ばなかったのが、他の坂井家と牧野家よ。坂井家からすれば、何か落ち度があるわけでもないのに長岡に生かされ、牧野家についても、江戸が始まって以来統治し、今まで不満がなかった土地であったため、今回の引っ越しは喜ばしいものではなかったの。松平家以外は嫌がっていたのか。とはいえ、先週も言った通り、国がへの命令は絶対よ。この三藩は喜んで、あるいは仕方なく、引っ越し準備に取り掛かったのね。ふむふむ。この引っ越しの準備に、三藩の中で唯一、危機として取り組んだ松平家だったけれど、その前に直面する大問題を解決しなければならなかったわ。ああ、これはわかるぞ。引っ越しの費用だろ？その通りよ。収入が増えそうとはいえ、庄内に行くのにまた大金がかかるからね。そんで、また商人たちから借りたのか？借りる前にまず松平家は、今まで借りていたお金、御用金の返済はもう求めるな、という命令を領民に出す。え？400億円もの借金を踏み倒そうとしている、むちゃくちゃな命令だけれど、お上からすれば、国替えでは定番の光景だったわ。でも、そんな定番だから許して、って納得できないのが、お金を貸していた領民側よ。当たり前だな。とうとう、こんな虫のいい命令を出した松平家にブチギレた領民たち。領主松平家への直訴はもちろん、幕府に直接訴え出ようとする計画まで持ち上がるわ。おう。しかしもっとヤバかったのが、松平家が引っ越しする先である庄内藩。幕府から正式に、三方領地替えの命令が出た、23日後。庄内藩の庄や、村長のような立場の人で、本間辰之助さんという人を中心に、このお引っ越し命令に猛反発、11人の農民を江戸に派遣し、直訴に出るわ。というのも坂井家はかなり領民に慕われていた領主だったことに加え、松平家は財政難から、年貢の取り立てが非常に厳しいということがバレていたからなの。そんな状況じゃ、庄内に来ても。本来ならば当然領主を通して訴えなければならない手順を、領主を飛ばして、幕府に直接訴え出ようとしたのね。そんなことされたら領主としても立場がないわ。この最初の計画は、坂井家が直訴前になんとか阻止するの。まあ仕方ないのか？しかしこれで収まるわけもないわ。次はその約20日後、今度は農民21人を江戸に派遣。またかよ。再び坂井家は、直訴の阻止に向かう。10名は抑えたものの、残りの11名を逃してしまい、江戸に到着した11名の農民は、とうとう直訴を敢行。大老井直明、老中水野忠国、老中大田助元、老中脇坂安忠に訴状を提出。みんな大物じゃんか。この後も何回も何回も、幕府の要人に、さらには徳川御三家や周辺の有力大名に至るまで、直接訴えるということを繰り返したわ。マジかよ。もちろん地元でも連日、旗を掲げての反対のデモ活動よ。どんだけ嫌われてんだ松平家。そんな大騒ぎになっている庄内藩、そこを治める坂井家はどうしていたのかというと。どうしてたんだ？何もしなかった。普通こういうのって鎮圧したりするんじゃないのか？そうなんだけれど、坂井家自身も今回の国替えは不満たらたらで、実は幕府に、引っ越し取り下げの工作をかけるも、失敗していたという経緯があったの。だからデモが行き過ぎない限りはむしろ応援の立場で、農民たちに何もする気はなかったのでしょうね。領主までもが応援とか。幕府への直訴だけにとどまらず、徳川御三家や周辺大名への訴え、さらには連日連夜続くデモ活動。
そして1842年、天保12年、仙台藩伊達家に300人以上の庄内藩の農民が押しかける。その目的は当然、国会中止の訴えね。仙台にまで行ったのか。でもそれに困ったのは伊達家よ。無下に扱うと、酒井家との関係が悪くなるかもしれない。だから説得という形で、庄内藩に返そうとしたのだけれど、庄内の農民たちは野宿をしながら、伊達家と窮状を訴える。いやいやそんなこと言われても、って感じだろうな。今回の国替えの、当事者ですらないからね。しかし、これらの活動がついに実を結ぶ時が来るわ。庄内藩に同情した、伊達家を中心とした有力大名たちが連名で、幕府の老中に書状を提出。将軍から拝領した所領は、自分たちの先祖による徳川家のご奉公が、評価されてのものである。ところが近年、老中や将軍の覚え目で大物に取り入った大名の希望に沿う形で、先祖が拝領した所領が取り上げられる事例が見られるが、これでは難重至極だ。どういう理由で国替えを命じたのかを教えていただきたい。わお、敵ムンムンだな。今回の当事者は庄内藩だったけれど、やっぱりみんな、幕府の国替え命令には内心不満を持っていたってことね。特に今回は、松平家の工作により実現した国替えで、酒井家、牧野家には落ち度がなかったということが大きかったみたい。言ってみれば、まさにいろいろ根回しをした松平家を優遇したってことになるもんな。とうとう領民からだけでなく、有力大名たちからも不満が上がり始めた、今回のお引越し。雲行きが怪しくなってまいりました。しかし、もうすでに国替えの命令は出てしまっているわ。これを撤回することは、幕府の威信に関わる。この辺は先週詳しくやったぞ。とはいえ、今回の国替えの理由を、表立って正直に説明することもできないわ。今の政治家も似たようなもんだな。身体極まった幕府。でもそこから事態は急変するの。よ、待ってました。今回の国替えの命令を出した、前将軍、徳川家斉が病死するのよ。これを機に、家斉にべったりだった家臣を粛清し始めた水野忠邦。ここで天保の改革か。幕府としても、いつまでも引っ越し騒動なんてしている場合じゃなかったのね。そして1842年6月7日、家斉の後を継いだ、徳川家吉は決断するわ。庄内領の領民たちが国替えに反対しているのは、領主酒井家を慕っていることだけが理由ではない。すでに松平家の財政難が伝わっており、松平家が新領主となれば、年貢の取り立てが厳しくなると不安に駆られているからだ。このような状況で松平家が庄内領の領主となっても、領民たちが起伏するはずもない。その上財政難であるから、年貢の取り立ては厳しくなり、とても人生を施すことはできない。庄内領の領民たちの反対運動や酒井家からの嘆願に押し切られてではなく、先手を打つ形で幕府の方から国替えを中止すると命じよ。せめてもの対面ってやつか。通常将軍が、具体的に幕府の運営に口を出すことはありえないこと。それだけ将軍が、今回の事態を重く見ていたってことになるわね。領民たちの勝利だな。これにより、とうとう江戸で唯一の、引っ越し命令撤回に追いやられたってわけ。でもその一方、収入が上がると喜んでいた松平家は学士、将軍や大奥への根回しに使ったお金もパーってわけね。うわぁ。今回は領民たちの粘り強い反対運動により、国替えが中止になったわけだけれど、実はそう簡単にはいかなかったわ。なんでだ？一番のトップである将軍は、もういいじゃんやめとこうよってスタンスだったんだけれど、これに反対し、あくまでも国替えを断行すべきである、って強く主張したのが政治のトップ、老中水野忠邦。おう。彼は、先週説明したようなことを強く危惧していたのね。しかし水野忠邦の反対を押し切り、国替えは中止に。これにより水野忠邦は、抗議の辞表を提出。将軍、家吉は水野忠邦を何とか引き止めることに成功するのだけれど、今回の件が幕府のトラウマになり、以後国替えを命じることはほとんどなくなったというわ。うわ？前回もそうだったけれど、本当に国替えというのは、誰にとっても幸せにならないわよね。でも松平家は最初、喜んでたんじゃね？そりゃあそうだけれど、でも結局引っ越しの資金集めで失敗するじゃないの。さらには命令自体が中止。
そのまま川越を治めることになった松平家が、命令が出る以前よりもうまく統治できたとは思えないわ。ふむむむ。では今回の動画はここまで。今回の動画が面白かったと思っていただけた方は、動画を作る励みになりますので、高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくだぞ。次回更新予定は金曜日、江戸の名前についての核心に触れますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。さよなら。またなー。